はい、どうもみさん、こんにちはです。今回もですね、ポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあ、というわけで現在ですね、最強海流レイドが絶賛開催中ということで、今回は恒例のソロで 100% 安定してこの最強海流を倒せる方法というのを紹介していきたいと思います。ですので、ガンガン周回していきたいという方や、これから手に入れたいという方はね、ぜひ今回の動画を最後までご覧くださいというわけでですね、早速まずは今回の最強海流の技構成からね、紹介していきたいと思います。はい、今回の最強海流はこちら、神速スケールショット竜の舞地震の4つの技をね、覚えているんですけども、それ以外に最序盤で暴風というねサブ技を使ってきます。そして雷もね序盤の方で使ってきまして、さらに終盤で流星群ですねも使ってくるということで、まあ、このサブ技3つに関しては完全ランダムで4分の1の確率でこっちに当ててくるといったような感じになっております。で、これを踏まえてですね、今回の攻略ポケモンを紹介していきたいと思うんですけども、はい、こちらアーマーガーになります。まあもうね、最強レイドではおなじみアーマーガーですけども、今回もねバリバリ活躍しちゃいますということで、早速ね育成方法を紹介していきましょう。まずアーマーガー、この子テラスタイプは格闘テラスタイプにして、持ち物を貝殻の鈴にしておきます。そして技構成ですけども、今回はですね、ボディープレス、鉄壁、羽休め、この3つの技だけで大丈夫です。で、ちなみにですね、ボディープレスと鉄壁はすぐに覚えさせられるんですけども、羽休めですね、こちら遺伝技になっておりますので、まあ、こちらの羽休めの覚えさせ方と、あとはこの格闘テラスのアーマーガの入手方法については動画の最後の方で解説しておりますので、ぜひね、ちょっとゲーム始めたばっかりでわからないという方は動画の最後の方ね参考にしていただければと思います。さあ、そして努力値ですけども、こちら HP と防御に振って、残りは特防に振りたいので、マックスアップとブロメヘキシンを26個ずつ、そしてキトサンを1個ですね。で、ミントはワンパクミントかズブトイミントのどちらかを上げておいてください。で、特性は今回自由です。まあ、僕は一応ねミラーアーマーにしておきますけども、まあ、あんまりね今回特性が発揮されることはありませんといった感じですね。でも、あとはここまで育成さえすれば最強海流をねしっかりソロで 100% 倒せるようになりますので、今からですね、実際に最強海流をこのアーマーガーで倒していきたいと思います。ですので、今からのね立ち回り解説を参考にしてみてください。さあ、それでは今回もいつも通りね、こちら最強海流レイドに1人で挑戦していきましょう。はい、始まりましたね。では、まず相手は初手でね、このように雨乞いを使ってきてからの必中の暴風ですね、押してきますと。で、これね、もし当てられても大してダメージはないので大丈夫です。ただ、もしね、この暴風で混乱を引いてしまった場合は、この癒しのエールですね、回復応援でしっかりと回復してあげましょう。で、今回当てられなかったので、このまま行動していきます。まず最初の1ターン目と2ターン目は鉄壁をね使っていきます。で、合計で4段階ですね、防御ランクを上げていきます。で、まあ、3段階というか鉄壁3回積んでもいいんですが、割とすぐにね相手がバフ解除してきますので、もう序盤は鉄壁2回だけで大丈夫です。で、鉄壁を2回積んだ後はもうずっとねボディープレスを当てていくといった感じになります。はい、これで鉄壁2回積みましたね。で、このように防御ランクが4段階上がっておりますので、ここからはですね、ボディープレスをずっと打っていくんですけども、これ一体いつまでボディープレスを連打していけばいいかと言いますと、相手がねバフ解除してくるまでですね、相手がバフ解除してくるまではボディープレスで延々と攻撃していきますと。で、これね攻撃していくと3回ね攻撃していけばテラスタルのオーブがチャージできますので、まあ、そういったメリットもありますね、早めに攻撃していくのは。はい、これどんどん相手のね HP を削りながらテラスタルを使えるようにしておきますと。で、多分このボディープレスが終わったあたりにね相手がバフ解除してくるんじゃないかと思います。で、まあご覧のようにね鉄壁2回積んだだけでも相手の心速全然痛くないですね。はい、言うてる間にもかなり大ダメージ与えれてますね。さあ、そして相手がバリアを張りましたと、まあ、結構ね相手の HP 削れてるんでね、
で、はい、来ました。はい、これね、バフ解除をされましたので、鉄壁を積んだ分のね、効果が全くなくなりました。で、ここからはですね、鉄壁を3回積みましょう。積み直します。でですね、相手はね、このように神速使ってきて、こっちは鉄壁の効果が切れてますので、ちょっとね、まあ、HP が削られちゃいますということで、この場合はですね、鉄壁を2回積んで、で3回目の鉄壁を積む前に羽休めをしておくということをね、おすすめします。はい、これで今のところね、2回鉄壁を積み直してますけども、次ね、3回目の鉄壁を積む前に、あ、これデバフ解除は全く関係ないです。このね、3回目の鉄壁の前に羽休めをねしておくと、まあ、ある程度、ね、回復できますし、体勢もね立て直せますよと。はい、これで羽休めね、しっかりと回復して、でここでようやくね3回目最後の鉄壁を積みますと、で鉄壁もねもう全然ダメージを抑えれますといった感じですね。はい、3回目の鉄壁を積んで、はい、もうバフ積み完了ですね、これで。でここからはもうね、テラスタルも切れるようになっているはずなので、いや、もしねこの時点でテラスタル切れてない方はボディープレスね、もう1回攻撃してテラスタルを切れるようにしましょう。はい、でここでテラスタルをしっかりと切ってボディープレスですね。もうこっからは連射コントローラーの人は連打というかね、もう放置で大丈夫です。 A ボタン連打でひたすらボディープレスを打たせてあげますよと。でまあ、貝殻の鈴を、ね、持たせてありますので、回復をしながらダメージを与え続けられますよといった感じですね。でもあれですね、鉄壁3回積んだ後は神速もそこまで痛くはないですね。はい、ボディープレスで与えられたダメージ分しっかりと回復していきますよと。はい、これは強いですね。まあ、やっぱりね、ボディープレス型のアーマーがもういつもねずっと活躍してきてくれてたんですが、今回もしっかりと活躍してくれるということでね。はい、ドーン、こんな感じですね。まあ、ボディープレス型のねアーマーガーは、まあ、今回ねノーマルテラスってことで弱点しっかりつけてますけども、まあ、割と当倍相手にもかなり活躍してくれますので、ちょっとこの機会にね、まだボディープレス型のアーマーが育成していなかったという方はしっかりとね育成することをおすすめします。はい、まあ、そんなこんなね言ってる間にもうダメージレースではボロ勝ちしてますね。もう相手の攻撃なんか全然もう回復できるんで、痛くも痒くもないよと言った感じですね。はい、でこれでバリアが崩れますよと。もうとんでもないダメージですねこれで。おそらくあと 1,2 発ですね、ワンチャンこの一発で倒せるかもしれないですね。でこの流星群ですね、これもまあ当てられても大丈夫ですよと。はい、でボディープレス、さあこれでラストになるか、ドン、オッケー。はい、こんな感じで時間が 40% ぐらい今回残りましたね。まあ運が良ければ、まあ、50% ぐらい残る時もあるんで、結構スピーディーにクリアしたいと、周回したいという方にとってもこのアーマーガーはねおすすめになっております。おお、いかつ、今回4つですね、秘伝スパイスドロップしました。いやー、やっぱりね今回秘伝スパイス周回するのにもかなりおすすめですね、最強海流レイドね。なのでしっかりとね皆さんもこのアーマーガーを育成して周回してみてください。さあ、ということで今回はアーマーガーでのねソロ攻略法を紹介してきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じで育成さえすれば皆さんね誰でも勝てるようになりますので、ぜひね育成しておきましょう。で今からはですね、このアーマーガーの入手方法と羽休めの覚えさせ方ですね、こちらちょっとゲーム始めたばっかりの方でわからない方もいると思いますので、そちらの方法をね今から解説していきたいというふうに思います。ではまずですね、アーマーガーの入手方法からね解説していきます。はい、そしたらですね、マップを開いていただいて、でパルデア地方
ですね、こんな感じでマップがあると思うんですけども、ここですね、右の方の分かりやすい目印でいうところですね、格闘組のアジト、スターダの、ね、アジトがあるところですねのちょっと下らへん、ここです、この辺りですね。でちょうどこの辺りにピンを刺していただいて、で来ていただきますよと。でそうするとですね、あのようにね、テラスタルの光っているポケモンがいますので、これがアーマーガーになっております。でこの子をね捕まえましょう。でしかもね、この子格闘テラスタイプのアーマーガーになっておりますので、もうねこの子を捕まえさえすればテラスタルを変更する必要性はありませんよということでね、非常におすすめになっております。はい、でこれで捕まえましたと。はい、でこの捕まえた格闘テラスレベル55のアーマーガーですね、この子がなんと、はい、このようにですね、ボディープレス、羽休め、鉄壁、今回必要な3つの技すべてね覚えてくれておりますよということで、もうこのまんまでね大丈夫といった感じになるんですけども、まあ一応ですね、ボディープレスの PP 最大まで上げておきたいということで、あ、とりあえずこのドリルくちばしね今回使わないんで、もう忘れさせておいて大丈夫です。はい、こんな感じで、であとは技の順番ですね、これに変えておきましょうか。でボディープレスの PP 上げておきましょう。はい、これですね、ポイントアップを使ってボディープレスをねしっかり3回上げて16回打てるようにしておきましょう。であとは経験飴でしっかりとねレベルを100に上げておいて、そして個体値を上げないといけないので、このフリッチタウンのねおじさんに話しかけて王冠をあげます。でもめんどくさい方はね金の王冠で全然いいと思いますね。でさらにこっからは努力値を上げたいので、まずはマックスアップ26個からのブロムヘキシンを26個上げて、で最後キトさんを1個ですね上げますと。でこれねミントもしっかり上げましょう。今回ワンパクミントをね上げます。でアイテムを持たせないといけないので、今回はね貝殻の鈴を持たせます。でこの貝殻の鈴はですね、発光シティのデリバードポーチに売っておりますので、誰でもゲットすることができます。はい、でもこのようにすると最強レイドで大活躍してくれる格闘ボディプレイ型のアーマーガーの大完成になりますね。はい、もうこれ以上ね育成することはありませんので、このままね最強海流レイドで使っていただきたいと思います。ただねこのアーマーガーじゃなくて自分で進化させたアーマーガーの場合は、この羽休めね覚えてないことがほとんどなので、もしね自分で進化させたアーマーガーに羽休め覚えさせたいよという方は、まあ身近なポケモンでいうとややこまがですねレベル45の時にこの羽休めを覚えますので、まあ野生のややこまを捕まえてレベルアップさせると、でそれでこのアーマーガーにねモノマネハーブを持たせてピクニックで覚えさせるといったようなやり方があります。まあただやっぱりおすすめとしては、この野生で手に入る格闘テラスのアーマーガーですね、この子さえゲットすればもうあとはね育成の手順かなり省けて最強海流レイドに挑めますので、ぜひねこの子をゲットして挑んでみてくださいというわけで、今回はね最強海流レイドの攻略方法をみっちり解説してきましたけども、これで終わりたいと思います。またですね、この、アーマーガーですねよりもっといい攻略ポケモンがいればすぐに攻略動画で紹介したいと思いますので、ぜひねポケモンの最新の攻略情報を知りたいという方は今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、ね、もしこの動画が良ければ高評価していただけると非常に嬉しいです。ぜひねそちらについてもよろしくお願いしますというわけでね、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。I don't want anybody else but you. I just